きチャンネル。じゃ。こんにちは。さあ残り時間が少なくなってまいりました。はい、そうですね。ちょっとこの後ね、プロ野球ニュースが、ね、この後僕と高橋さんがプロ野球ニュースに行かなきゃいけないんでね。はい、これで今日の撮影は最後です。そうです。11本目。撮ってるな。撮ってるね。はい。疲れてきたね。そうですね。うん、さすがにね。気合い入れていきましょう。うん、そう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 。どうせね、プロ野球ニュース行ったら5時間ぐらい休憩あるから。休憩じゃないですからね。ちゃんと試合見てますからね。そうですよ。試合見てるんだってここで見とけばいいから。でもあれ6試合いっぺんに見るじゃないですか。今日4試合ですけど、うん、結構こうなんか目がこう、あ、どこ見てるどこ見てるになりません？うん、ならへん。俺もう慣れてきてる。あ、そうですか。うん、俯瞰で見るから。私、あ、ここのなんか点入ったと思ったら、あっちもみたいな、今どうなってんだってなりますもん。それはまあ1年目だから。そうですね。ちょっとまだ慣れてないですね。うん、でもまあまだプロ野球ニュース行ってもずっと喋ってるけどね。そう、佐藤さんがいるとき本当喋ってますからね。明るく行こうよ、コミュニケーション取って。はい、そうです ね、うん、はい。さあ、ということで今日、巨人。はい、ジェンツ、はい、19年、ね、奥川外して、はい、宮川外して、うん、堀田です、うん、で原監督、将来性もすごくあるバランスのいいドラフトができた、はい、うん、3位菊田は岡本に勝るとも劣らない迫力がある選手、95点ぐらいじゃないでしょうか、うん、でも大体言うのも60点かなっていう人いないじゃん、はい、結果は本当に60点だったとしても、はい、でもね、1位、堀田、うん、はい、まあ、今年ね、うん、出てきたね。でなんかもっと来るとちょっと思った、うん、まあ、なかなかやっぱ1年間っていうところはまあ難しいよな、あとまあ故障明けでもあるしね、うん、はい、でもまあそういったところではまあ今年の経験を生かして、うん、まあ、来年どうなってくるかっていうところだね。2勝3敗 6.29、はい、2軍でも2勝4敗 3.74、ね、で2位、太田龍、1軍では投げてないね、ファームで1勝、試合11試合しか投げてないね、はい、ね、でだから1軍ではまだ1回も投げてないね、うん、プロ入り後で。3位、菊田博一、うん、岡本と一緒の迫力持ってるらしいよ、原監督が言うには、はい、その時ね、そのぐらいパンチ力もあるということですね、うん、だ60番2割5分1厘ホームラン4本、86試合、うん、まあ高卒だからね。そうですね、うん、3年目、はい、まあ、来年勝負だね、うん、井上春人、あ、この間、そうそう、でも井上春人のね、もう俺は欠点見抜いてんのよ、はい、いいのよ、はい、でもカーブ、スライダーしかないのよ、うん、全部入ってくる球、チェンジアップをたまに投げるよ、2球ぐらい、はい、でもこれがスライダーとかカーブと同じようにチェンジアップとかツーシーム、フォークがカウント通り勝負球に意図して使えたらもっと良くなるよ、うん、全部だから外からのスライダーとか、はい、あの右バッターで、それ中に入って打たれてるから、はい、あれじゃちょっと厳しいんだよね。うん、そう、1試合ぐらいはいいピッチングしたとしてもローテーションで回るの厳しいから、やっぱそれを覚えなきゃいけない、うん、日本ハムの河野と一緒、はい、で5位、山瀬慎之助、これ今年出たね、うん、1軍で、はい、見たけど、でも肩はね、めっちゃいいよ。あ、そうですか、はい、しかもまあ高卒でね、3年目だけども臆することなくいろいろジェスチャー踏めてやれてたから、はい、うん、いいと思うけど、なんて言ってもね、うん、打たなきゃね、はい、っていうとこなんだよ。8試合で1割8分2厘です、うん、それはちょっと寂しいじゃんね、うん、で2軍でも2割5分7厘、うん、だからまあこれぐらいを1軍で打たなきゃいけない ね、 そうですね。で6位、はい、伊藤海斗、あ、育成になってます。はい、2割5分、まあ、頑張っていきましょう。はい、はい、で次、はい、2020年、はい、原監督、うん、非常にいいドラフトでした、うん、バランスがよく100点に近いと思います。お、佐藤君を取れなかったのは残念ですけども、うん、抽選は福があってほしいという気持ち1点でした、うん、で平内投手1位になって、はい、まあ、やっと今年ね、うん、出てきたかなっていうね、リリーフで、うん、でもまあ 4.21 だからね、もっと防御率下げなきゃいけないよね、うん、50試合登板だけどね、はい、まあ、そこら辺がまあ今後の課題かな、はい、山崎伊織、これいいのよ。そうですね、まあ、怪我してね、うん、トミー・ジョンからの復活入ってきたけども、うん、あのツーシームスライダーのインコースアウトコースのこの横幅使った出し入れね、はい、これちょっと来年も楽しみだね、うん、安定してるしね、はい、で中山ライトだけどショートね、はい、うん、そうですね、うん、坂本がね、いない時出てきたらちょっとバタつくね、はい、まあ、こうもうちょっと修行必要だね、うん、1割9分8厘、伊藤祐介、うん、おらんくない、いのいの、いたわ、あの育成に2軍でも投げてへんよ、怪我かな、なあ、あ、ほんとだ、056、秋広、いや今年こそいけるかなって思ったけど出てこうへんな、はい、2軍では2割6分2厘ホームラン6本、まあまあ、じゃあ、うん、頑張ってんのかな、はい、これからでしょうか、うん、でちょっと7位のキャッチャー萩原哲、うん、
2軍で2割6厘、まあ、バッティング頑張んなきゃいけないね、はい、ピッチャー山本一輝、一輝か一輝ですね、一輝一応今シーズンな2試合投げて防御率 0.00 です、本当はね、2軍で 3.96、 4勝4敗、うん、先発12回、まあまあ勝負だね、来年ね、はい、で、育成は岡本来た来た来たか、キャッチャー、この前初ヒット打ったよね、はい、で、笠島、木下、前田、坂本勇人、坂本勇人選手とかもいいですね、坂本勇人だったね、うん、キャッチャーの方ね、はい、あの坂本勇人じゃないよ、はい、でも同姓同名だ、うん、で、戸田、夏樹ね、いっぱいいるからね、で、阿部、奈良木、山崎雄介、星名、加藤、あと12人育成取ってますね、うん、さあ、続いて、では去年今年のルーキー、うん、ルーキー、原監督、太田は、太田知ってる誰か知ってますよ、うん、太田大成でしたからね、大使じゃなくて太田大成太田が大人選手ですからね右投手では1位と評価していた、即戦力で期待できる、そういうつもりで来てほしい、うん、でもよ、この時よ、はい、多くのメディアは、うん、太田、うん、1位じゃなくても取れるやろって言われてた、うんうん、で結構4位ぐらいかなって言われてて、うん、はい、1位で取って、うん、ちょっと全体的にびっくりしてたよね、そう、なんかドラフトの出た時に、あ、そこ行くんだみたいな、ね、雰囲気になってましたよね、それはもう見る目ないよね、はい、そう思った人が、そうですね、結果的にね、うん、なぜならもう新人王だからね、はい、本当に誰よりも活躍してるよそうですね、誰よりも、まあ、発表されてないですけど、まあ、確実にそうでしょうね、うん、で2位山田流星、 JR 東日本、うん、はい、2軍で 8.66、 7試合登板、3先発、怪我か、登板なしです、ね、もしかしたら 3軍か分かんないけど、うん、で、赤星、赤星ね、はいはい、出だし良かったのよ、うん、で、まあ途中疲れもあったり、多分1軍のバッターの怖さも感じたり、はい、まあね、このコントロール良かったのが若干ボール先行したりとか、うん、でもここまで最近良くなってきてるのよ、はい、この前もカープの時も、うん、あの開幕投手並みの制球力戻ってきてたから、はい、そういった面では楽しみだね、うん、来年以降もね、だから、はい、堀田、山崎より赤星ね、うん、この3人はジャイアンツを変えるかもわかんないね、はい、でも変えなきゃ弱いね、うん、こう勝負だね、だから、はい、で石田隼人2軍で18、まあ、頑張ろう、はい、で岡田裕樹、法政大学から柔らかい筋肉を生かして外野手、1軍でヒット2本打ってるよ、1割5厘、2軍では2割3分8厘、ホームラン7本、まあ、パンチ力あるんだね、はい、そういう、まあでも大きく育ってほしいね、はい、白木大和投手18歳、はい、明徳、1軍登板はないですね、うん、まあ高卒だからね、はい、こっからだね、3試合で 1.50 です、うん、ファームで、うん、で前田裕樹投手、あ、花田、花田ですね、花田、うん、2軍で投げてないね、うん、で鈴木、高田、亀田、笹原、育成4人、鴨内、菊池、京本、富田、川崎、大津、うん、あのどこまで続いてるか分かんない、分かんないです、8人いましたほーという3年間です、そうだね、うん、一番この3年間で活躍してるのがやっぱもう大勢投手ですか、そうだね、うん、まあやっと平内、山崎、赤星がね、はい、来たっていうところはあるけどもね、うん、なんか今年7人の投手が初勝利上げてるらしいですよ、うん、あ、そだからそれがね、ダメなんだよね、あ、そうですか、だって既存のやついないってことでしょ、しかもその初勝利を上げた選手が、はい、その7人中3人ぐらいが10勝前後だったらいいよ、はい、でも行ってないじゃん、はい、全体的なやつがいないってことでしょ、それは苦しいよね、うん、まあまあそうですね、うん、その今年ってことを考えたら、未来って考えたらいい傾向だけど、はい、うん、今年って考えたら、あ、ジャイアンツ苦しいなっていうのがね、あ、まあ、出てるデータでもあるね、うん、だからこっから投手が育っていくかもっていう未来にはいいですね、逆に育っていかなかったら苦しくなるね、うん、さあそれではジャイアンツ、はい、ドラフト評価どうでしょう、こちらです、はい、C プラスです、 C プラス、だって体勢抜けたら、はい、ちょっときついよ、まあそうですね、大勢がこれ大勢が大勢じゃなかったら、はい、もう C だったよ、そうですね、うん、大勢が大勢だけに C プラスまで持っていったけど、はい、もう大勢19年がほぼほぼきついからね、正直、うん、確かに、まあ、今ちゃんと出てる方はいないですもんね、うん、うん、やり直します、評価です、はい、C です、やっぱり C ですか、いや大勢しかいないから、まあまあ、いや未来に向けてはよ、はい、堀田、赤星、山崎より、うん、いいね、はい、で井上もね、うん、平内でも大勢と今日って考えたら、はい、C やな、そうか、全体的にはあと、はい、やっぱり19年がダメなんだ、まあそうか、3年目にして出てきてる人が、うん、まあ、いない、だからここら辺に1人でもいい感じいたら、はい、ね、もうちょっと良かったけども、うん、ね、
ちょっと苦しかったね。はい、うん、まあでもこの誰もが面白いよ、少なかった体制どうしよう、ね、あの来年には A になってる可能性もある、うん、はい、この平内赤星山崎より堀田とかが、うん、めっちゃ活躍したらみんな10勝とかするように育っていけば、だから今準備段階が育ってるからね、はい、ちょっとまだ評価をするには早かったかもわかんないね。そうですね、うん、だからもうちょっとしたらもっと良くなってる可能性は十分にあると思います、はい。